ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がレンジローバースポーツローンチエディション P400 2023年式走行距離1000キロ、こちらの車両になります。初入港じゃないですか。そうですね、はい、ですよね、うん、一昨年の末になんか受注を開始して、はい、でようやくなんか街でも見るようになってきた感じですよね、うん、でズバリ聞いていいですか、月村さん的にはどうですか。いや、かっこいいと思いますね。あのめちゃくちゃ好きそう、はい、色もいい。そうなんですね。今回はローンチエディションということで、はい、あの通常レンジローバーってめちゃくちゃ分かりづらいじゃないですか、うん、まずそのレンジ3兄弟レンジとレンジスポーツ、ベラール、イヴォークで、それぞれモデルを選んで、そのモデルを選んでからグレード選ぶんですよ、うん、でグレードを選んでからエンジンを選んで、しかもそこから装備を選ぶってことで、市場ももうバラッバラっすよね、うん、だからもうグレード上目の買っても装備全然ついてなかったり、そうですね、逆に下のグレードの買ってもめちゃくちゃ装備がついてたりとかっていうのはあるんですけど、うん、今回ご紹介させていただくローンチエディションめちゃくちゃいいっすね。そうですね、はい、グレード SSE HSE オートバイオ SV ってあるじゃないですか、の今回オートバイオに匹敵するぐらいの装備なんですよね。装備内容としてはそうですね、はい、でしかもローンチエディションということでこれ限定だったんですか、うん、なんか4色設定があって、そうです、はい、でそれぞれ40台ずつの限定ということで、うん、まあ、だから細かく仕様は選べないんですけど もう欲しいものが全部ついてる、はい、でやっぱり最初出たての頃人気だったみたいで、なんか即売り切れたみたいです。そうみたいですね、はい、というわけでそんな1台を今回ご紹介させていただきます。でまずなんですけども、サイズのところ触れていいでしょうか。全長の方が4960、全幅の方がついに2メートルを超えました、はい、2005、そして全高の方が1820ということで、先代よりもわずかに大きくなってる、うん、で先代もまあまあ大きさあったじゃないですか、レンジほどではないですけど、だそこから少し大きくなってるんで、まあ、その分快適性だったりだとかアップしてるんですけど、やっぱちょっと2メートル超えると、そうですね、はい、精神的なプレッシャーあるじゃないですかというわけでちょっと幅に関しては大台を超えてしまったんですけども、こんな感じの寸法になっております。そしてですね、今回ローンチエディションということでもうめちゃめちゃ装備ですね。でまずダイナミックエクステリアパック、要は一番ベースグレードの S 以外はこのエアロが全部つくんですよね、はい、というわけで今回ご紹介させていただいているローンチエディションも漏れなくついていると。そしてそれに合わせてブラックエクステリアパック、この辺ですよね、この辺だったりこの辺だったり、はい、グリルだったり各部が、グロスブラックになると。というわけでかなり引き締まって、まあ、うちの仕事がない仕様になってるな い, ないですね、はい、もう、はい、そしてあとヘッドライトもいい方のヘッドライト、うん、ピクセル LED ヘッドライト、シグネチャーデイライト付き、こちらが装着されてる。月村さん、これ見た目も結構違うの知ってました？だいぶ違うんでしょ、うん、なんかベースグレードの普通のピクセル LED じゃない方だとなんか四角いのの4灯、うんうん、2灯2灯の4灯になるんですけど、ピクセル LED になると片側4灯、はい、ということでビジュアルも大きく変わってくると、こんな感じの外観になっております。そしてあとは今回ご紹介させていただいているのがボディカラージオラグリーン、はい、なんかその4色っていうのが赤、緑、青、黒の4色だったみたいです。で今回のはその緑に当たるジオラグリーンというこちらのボディカラー、うん、これもなんか絶妙で良くないですか。いや、かっこいいと思いますね。これ一目惚れしてあの買ってきたんですけどね。あ、月村さんシールですか。そうです、はい、月村セールスが好きそうな感じのそうです、ね、はい、ボディカラーです、ね、はい、というわけでこんな、まあ、おしゃれさもあって高級感もあってっていう、うん、こんな感じのボディカラーになっております。そしてですね、横に回っていくとなんとホイール、あのオプション最大23インチ、はい、こちらが装着されていると。これもホイールがグレードが上がっていくことにつれて1インチずつ大きくなる、うん、ベースグレード20インチからスタートして21、22、23が装着されていると。だここももう変えなくてよくなっちゃってるじゃないですか。そう、うちが手つけるところはない問題ですね。そうなんでしょうね。そう、ボンド泣かせというわけで、はい、こんな台形の、しかも今回はグロスブラックで資料に書いてあったんですけど、うん、なんかちょっとこう輝きがある感じの、うん、ツヤツヤの黒ですね、はい、というわけで見た目も非常にかっこいいこちらのホイールが装着されております。そしてあとはこれに組み合わせるタイヤの方がスコーピオンゼロということで、これなんかオールシーズン、うん、これがなんか標準、うん、そうですね、はい、でついてきてるみたいですね、うん、それめちゃくちゃ良くないですか、うん、で意外にオールシーズンって本当にオールシーズン使えるんですよね、うん、だから結構雪深いところでもなければこの辺だったら、この辺だったらもうほぼ履き替えずにですよね、はい、でまず関東っていうかこの都市部だと雪降っても年に1回か2回じゃないですか、うんうん、で圧雪になっちゃうことってないじゃないですか、うん、アイスバーンになったりで、そうなってくるともう全然オールシーズンとかスノータイヤって全然 OK だな。そうですね、だから実際、はい、
うちの車がオールシーズン。あ、そうなんですか。全然もん、この間も降ったじゃない、はい、もう全然問題ないですよね、うん、だからなんかあのタイヤ屋さん、タイヤメーカーの方とお話しした時に聞いたら、あのドイツってほぼスタッドレス履かないらしいですよ、うん、みたいですね。そうそう、スタッドレスってもっと北欧とか、うん、もっと北の方の国じゃないと使われないんですよ、うん、実際ドイツだともうオールシーズンかスノータイヤがもうほとんどなんですよ。やっぱりそうすると速度レンジも高い速度レンジキープしたまま、うん、まあ、年間通して使えるということで、まあ、その辺もあるかもしれないですけど、こちら標準でついてる。そしてあとはキャリパーもこのグロスブラックのこちらのキャリパー標準装備。そしてあとはレンスポ全車エアサスペンションです、はい、ということで車高の上げ下げもできますし、まあ、乗り味の方も、車内のダイヤルで調整できますので、まあ、車高だったりも全て調整ができるようになってる、まあ、この辺抜かりないっすね。そうですね、はい、まあ、新車価格結構いい値段しますもんね。そうですね、相当しますからね、はい、ベースで1000万円超えからスタートして、はい、こちらの車新車価格1700-1800ぐらい、1800弱ぐらいですね、車で本体で、はい、まあ、あの SV になるとちょっとさらにその上いきますけどね、うん、というわけでこんな感じの足元になっております。そしてあとは横もいろいろこの辺が黒くなってたりだとか、うん、あとは全体的にメッキパーツほぼないんで、そうですね、はい、なんかすごくこうスタイリッシュな雰囲気になってます、うん、レンジローバースポーツっていう名にふさわしい感じですよね。確かに、うん、で読み物にも書いてあったんですけど、結構あのこういう SUV 系でスポーツのモデルってちょっと仕様を変えて、うん、SUV でスポーツモデルって言ってるメーカー多いんですけど、うん、レンジの場合全部作り直してるんですよ、うん、スポーツっていう車種ですから、はい、というわけでルーフも少しこう後ろに下がっていくこうスポーティーなシルエットになってる、うん、そしてあとはプレスラインだったりのこの直線はあの変わらないですね、うん、すごいこうスマートに見える。こう下手なキャラクターラインとかじゃなくてこうスッとしてて私は好みですけどね、はい、そして後ろも同じく23インチ295の投資ですよね、こちらが装着されております。そしてあとは後ろに回っていくと、あ、ちょっと横で触れるの忘れちゃったんですけど、コントラストルーフも標準装備ということで、うん、はい、この緑と黒のルーフ、はい、なんかこれ無償でできるんですよね。そうですね、ということで、はい、あのローンチエディションに関しては漏れなくこの組み合わせになっている、うん、あと後ろ、まあ、全部一周通してですけどめちゃくちゃ凹凸少ないですよね、うん、フラッシュサーフェスっていうのみたいです。なんかフラッシュサーフェスデザイン、はい、なんかフラッシュっていうのがその平らっていうなんか意味らしいです、うん、だからもうテールランプとかもほぼ凹凸がない、つるんとしたデザインですよね。唯一このナンバーのポケットのとこと下側が少し立体的になってるぐらいで、うん、だから本当だったら多分めちゃくちゃつまんないデザインになりそうなコンセプトじゃないですか、うん、凹凸ないって言ったら、それをなんかうまくこう高級感とスポーティーな感じが演出されてますよ。そうですよね。そしてマフラーに関してはレンジとかだとマフラーなくなっちゃってたりしますけど、うん、はい、レンスポの場合だとこちらの、はい、で今回はローンチエディションで追加されたガソリンエンジン、うん、マイルドハイブリッドモデルということで、はい、出たての頃はなんかディーゼルしかなかった。そうですね、はい、というわけで、まあ、走りだったりマフラーサウンドもこの後聞いてみたいと思います、うん、あ、そういえばなんでこのルーフのこのアンテナは2つ生えてるんでしょうか。謎ですただこれなんかカメラが内蔵されてるんですよ ね片方にはね、多分アンテナ兼カメラ、カメラ、あのサラウンドビューのカメラがついてるということで、うん、それで後ろ見てるんですよね。というわけでこの辺ちょっと見慣れないんで不思議な感じしますけど、うん、そうですね、はい、こんな感じのが装着されております。続いて内装を見てみたいと思います。このドアノブは例の閉まったり出てきたりするやつ。そうですね。そしてソフトクローズだったりも全部標準装備ということで、はい、はい、まあ、ここはレンジローバーですから。そうですね、はい、そして中が今回めちゃくちゃおしゃれですね、うん、でこれもそのローンジエディションの40台ずつの仕様で分かれてるみたいで、赤と緑がこの白内装、はい、だと青と黒が黒内装なんですよ、うん、白内装ちょっと汚れとか気になるなと思うんですけど、うん、あの実車見たら断然白っすね。これかっこいいですよね。めちゃくちゃおしゃれですよ、ね、かっこいい。でシートの方がエボニーパーフォレイテッドセミアニリン仕上げの高級シートになっております。というわけでセミアニリン仕上げっていうのはあの顔料と染料の中間の絶妙にレザーに色がついてるやつです、うん、でパーフォレイテッドっていうのがこのパンチングの穴が開いてるこちらのシート、これ先ほど座らせていただいたんですけど座り心地めちゃくちゃ良くないですか。いいですね。あのちょっと過去一位かもしれないです、はい、なんか他の車にない座り心地じゃないですか、うん、ホールドとこう沈み込みとかこう絶妙な感じですよ ね。そしてあとはメリディアンの 3D サラウンドシステムがこちらも標準装備になっているということ。この内張りのこのレザーそうなんですよ、ね、ファブリック、これは何カーボンになるんじゃないですか。クラッシュカーボンみたいな感じなんですね、はい、だこれあのセンターのコンソールなんかも一部採用されてますけど、うん、こちらのフォージドカーボンの独特な模様のこちらのカーボンパネル、うん、だこれがちょっとスポーティーさと高級感が演出されてる。
で今こういうなんていうのファブリック生地が、はい、結構流行ってるっていうか、どんな車でもそうだし、ね、オーディオとかでも使ってたりとか多いですよね最近。というわけでここだけファブリック、うん、だからこれすごいおしゃれなんですよね、うんうん、あとはなんかその環境をやっぱりちょっと最近考えるのが多いみたいですよ、うん、何でもかんでもレザーだと、はいはい、やっぱりちょっと動物愛護の観点と CO2 の観点と、うん、ということで、まあ、それ関係あるかどうかわかんないですけど、今回の車はこのグレーのファブリックのボンビになっております、はい、続いて乗ってみたいと思います。ちょっと先ほど乗せていただいたんですけど、はい、結構床高いですね。そうですね。というわけで電動のサイドステップとか純正のこう出っ張ったステップないんで、うん、まあ、1回で乗っていただく感じになると思うんですけど、この辺はやっぱりあのなんちゃって SUV とは違う感じです ね、 ですね、はい、ガチ SUV、 ガチ SUV でフロアがこのサイドステップというかこのサイドシェルと同じ高さ、はい、でしかも高さがあるんで、ちょっと女性の方とか、はい、まあ、おそらく全人類が僕より足短いと思うんで、すいません、何でもないです、はい、というわけで乗るのは少し大変です。これ電動サイドとかないんですかね。ついてるのもあるんで多分つけられるんじゃないかな、うん、ぜひともつけたい感じです、うん、そして乗り込むとシートめちゃくちゃいいんですよ。柔らかい、こんなに柔らかいんでしたっけ、うん、いいですよね。めちゃくちゃいいです、うん、はい、横もなんか柔らかいし、うん、こう降りるときにここ潰されがちじゃない、うん、その時もこう全然硬さ感じない、うん、めちゃくちゃ柔らかいシート、座面も背中も本当に柔らかいです。でシートの方は調整こちら、こちらが18ウェイというわけで、これもグレードによって調整の範囲変わるんですけれども、一番多い18ウェイのシート、はい、そしてシートヒーター、ベンチレーション、マッサージまで全部ついてる、ついてます、はい、至れり尽くせりのシートになっております。そしてステアリングはこんな感じで、この2色のレザーのコンビのステアリング、そして残念ながらこの辺のスイッチは他のメーカー同様に全体的に押す感じなってしまいましたけど、これどうなんですかね。本当に僕たち何度も言ってるけど、ちょっとおもちゃっぽいですよね、うん、普通の物理キーとかの方が良かったなっていう、うん、ただ全体的な高級感はめちゃくちゃいいです。なんかブラッククロームみたいな感じになってる。そしてあとはメーター、メーターちょっとこれ正直に言いますよ、はい、安っぽくないですか少し、うん、やっぱりちょっとデジタルと高級の融合やっぱり難しいなって改めて感じました、ね、いや、 やっぱりここはこうちょっと作り込みのいいアナログの、そうっすよね、はい、中に入ってて欲しかったですよね、うん、あのちょっと前のアストンマーチンみたいな、はいはいはい、ああいうアナログなメーターが欲しいです。ただ視認性は悪くないです、はい、そして今回は走行距離1000キロということなんで、まだフィルムが貼ってある極上コンディションになっております。そしてあとは、ヘッドアップディスプレイなんかもついてる。そしてダッシュボードはもうレンジローバー系全部共通ですけど、この水平基調の少しクラシックなデザインのダッシュボード、はい、でダッシュボードも全部レザーなんで非常に高級感あります。そしてこれでかいですね。でかいですね。資料見たらなんか 13.1 インチ、うん、というわけでこちらのモニターがついてる。でこれさっき見たんですけど、あの角度調整とかできないんです、うん、というわけでちょっと向きによっては少し見づらいかなっていう気がします。あとは僕の短い手だとちょっとこの辺触ったりとかがちょっと遠い、そうですね、なんで角度調整ぐらいは少し欲しかったかなと、うん、でこの中に関してはもうほぼタブレットですね。押した感覚のあるこちらの、はい、ディスプレイと、はい、こんな感じになっております。そしてエアコンに関しては出てるんですね外に。そうですね、はい、ということでこの辺はかなり好印象でございます、はい、で四駆の性能だったりに関してはもう言わずもがななんで省略します、うん、そしてシフトもここファブリックですかレザーですか、なんかすごい不思議な感覚のマテリアルでこの丸いシフトになっております。そしてあとここなんか日本だけローンチエディションみたいですね、うんうん、なんか本国だとファーストエディションということで、そうそうそう、なんか日本向けのパッケージなんです、うん、ファースト、あとそこに書いてあるのはファーストエディション、ね、そうなんですよ、うん、本国だとファーストエディションで言ってたんです、うん、で日本向けにローンチエディションっていうのができてるみたいな、あ、そういうことなんですか、うん、というわけでここにファーストエディション、そして同じくこのカーボンのパネルになってる。でこの中がドリンクホルダーになってて、はい、そしてレンジおなじみの隠しポケットも、はいはい、ついてると。でこの中には USB タイプ C とタイプ A が入っております。でもちょっと分かりやすくなっちゃいました、うん、はい、そしてセンターコンソールはこんな感じで、え、冷蔵庫ついてるじゃないですか、うん、これからの季節もうバッチリですね、はい、冷たいまま飲み物なんかもしまっておけると。そして天井関係、はい、この黒の精度調のピラーからのこのコントラストの、うん、はい、天井になっていると。こっちグレーなんです。そしてバイザーは、あ、2枚ついてる、うん、
めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、バイザーの質感もめちゃくちゃいいです。そしてこちらデジタルインナーミラーがもう純正で標準装備ということで、はい、使わない方はオフにももちろんできるようになっております。このピラーとかダッシュボードにちゃんとそういうこうダークカラーを使うっていうのが眩しくないようにっていう配慮もされていて、分かってる、好感が持てますねやっぱり、はい、だから黒だから反射が少ない、うん、ここ白とか明るい色入れちゃうと全部反射しちゃいますから、ね、うん、というわけでその辺もちゃんと考えられてるということで、こんな感じのインテリアになっております。続いて後席見てみたいと思います。後席、はい、はじゃあ月村セールス、はい、実際に乗ってみて、あ、いいですね。そして資料見たんですけど、やっぱり先代よりもボディが大きくなってる分、あの足元のスペースだったりが3センチぐらいかな広くなってるみたいです、はい、だいぶゆとりのサイズだいぶゆとりあります。拳1個以上、握手、頭上も拳、まあ、2個弱ぐらいですかね。月村セールスのスペックを教えてください、はい、私173センチなので、まあまあ標準的な身長なので180ぐらいの方でも全然ゆったり、全然いけんじゃないですかね、いけそうな感じですね、うん、そして装備の方は、はい、リアシートもリクライニング、はい、そうなんですよね、まあ、わずかではありますけど、うん、はい、リアシートも上げ下げが、うん、はい、電動リクライニングができる、であと後ろも左右独立のエアコンで、はい、しかもシート調整は1回ボタンを押すとシートのシートヒーター3段階ベンチレーション3段階と、はい、それも左右ついてますと、だいぶいいですね、相当いいですね、スポーツと言いつつ言いつつ、はい、そしてあとは前でちょっと省いちゃいましたけど、この大型の、うん、はめ殺しのガラスルーフじゃなくてちゃんとスライド、はい、スライディングのパノラミックルーフがついてるということで、まあ開くのは前だけですけど、うん、このシェードに関しては後ろまで開くんで開放感、これ標準ですもんね、そうですね、はい、そして窓の方を見てみるとやっぱりレンジですから、うん、シェードもついてるということで、うん、手動になりますけども、手動ですけどね、まあ、この辺は全然手動でいいんじゃないですか、はい、よいしょ、でグリップもレザー巻きですよ、そうですね、そういうなんかだから小物というかちょっとしたところもめちゃくちゃ質感いいんですよ ね、ちゃんとこううまく内側に収まるようにヒンジがついて、でメッキのトリムがついて、メッキ調のトリムが、で吹き出しもここで調整ができると、これレンジじゃなかったら絶対ただのグレーのプラスチックか、そうだ、ね、艶消しの黒のプラスチックじゃないですか、そうだね、はい、だその辺やっぱりイギリスじゃ抜かりなく、はい、作ってあるということでこんな感じになっております、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクの方が、はい、当然のパワーテールゲート、うん、そして車内もそうだったんですけど全体的になんか全部床が高い印象ですよ ね、なのでトランクも結構床が高い、うん、一段へこんでたりしないこちらのトランクの小柄な方だと荷物の上げ下げはちょっとそうですね、よっこいしょみたいなのがあるか、ね、深さ少し感じますね、うん、ただ容量の方はやっぱり結構あって647リッターということで十分なスペースになってた、そしてシートを倒したりもここからできるようになってて、はいはい、なおかつトランクの上げ下げもこちらでできるということでポチッ、はい、まあ、エアサスのいいところですよ ね、わずかではありますけど上げ下げもこちらでできるようになっております。そしてここちょっと取っ手がついてるなと思ったらこれ上げて、まあ、要は荷物がこう動かないようにできると、はい、うんうん、でこの辺もゴムのやつがついてるんでめちゃめちゃこう遊びに使えるというか、そうですね、はい、うん、車になってると。そしてこれを元に戻して下側をちょっとつけます、いいですか、はい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 、すいません、ここの下側も、はい、スペースがあってここになんとスペアタイヤが、はい、最近みんな軽量化のためかなくなってますから、うん、パンク修理か、まあ、テーパーテンパーかで、テンパーじゃなくて23インチが積、はい、んであるということで、はい、もうレンジの本気をここで伺います、うん、ただこれタイヤ交換するの相当そうですねこれちょっとパンクしたっつってジャッキ上げてこれ出して男性でも腰を痛めちゃいそうなちょっと23インチですけどこんな感じになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がこれ名前の通り P400 なんで、はい、400馬力仕様、はい、で排気量の方が2995cc 直六ターボ、これにマイルドハイブリッドが組み合わさって、はい、
で400馬力550ニュートン、モーター負担の方に関しては18馬力42ニュートンということで、うん、まあ、マイルドハイブリッドらしい、本当にその一部サポートするような感じの、ね、はい、ハイブリッドになっているみたいです。でこれに組み合わせるミッションの方がトルコンの ZF 製発足オート、うん、こちらが組み合わさっています。で今バリエーションとしてはディーゼルのマイルドハイブリッドか、はい、こちらのガソリンのハイブリッドか、あとプラグインも今ラインナップとしてあるんですけど、うん、本国だとなんか他にもいろいろあるみたいですけど、うん、まあ、日本で乗るんであれば、まあ、このあたり、ね、ベストバイなエンジンなのかな、はい、というわけでこの400馬力の走りの方はこの後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカロイ見てみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、はい、内装の紹介で僕間違えちゃいました、うん、18ウェイって言ったんですけど22ウェイだったもっと多いっていう、はい、もっと多かったです。22ウェイって、はい、あとなんかあれらしいですよ、メリディアンの 3D サラウンドついてるとヘッドレストの中にスピーカー入ってて、うん、ノイキャンしてくれるらしいですよ。本当なんですかそれ。でホームページに書いてありました。であと窓ガラスとかもこの合わせのやつじゃないですか、うん、はいはい、はい、だすっごい静かですよね。おうおう、そうだね。だ今作業してる音が聞こえてるんですけど、なんですね、はい、そうそうそ う, そう、ね、窓ガラスもこれ閉めるとめちゃくちゃ静かですよね。ほらかなりね、はい、いいっすね。行きましょう。はい、いやシートめちゃくちゃいい。そしてこのバカデカセンターコンソールにこのアームレストは必要なのかどうか。そうね、はい、ちょっと若干の疑問は残りますけど、これですね、はい、あれステアリング前方と違う、なんか切り応えが、え、少し手応えが増し、増してる感じ気がします。え、気のせいかな、わかんないです。前方もっとスイスイ回った感じですけど、若干ハンドルが重くなってる気がする、まあ、23インチだからかな。タイヤもね、そういうサイズだしね、はい。そしてじゃあノーマルモードから少し、あ、トルクある。そしてちょっと一周してみたいと思います、はい、あー、この車の動きは紛れもなくレンジローバーですね。ゆったり、はい、そして今ノーマルモードですけど、めっちゃ乗り心地いいっす。静かだしね。あ、そしてこれマフラーの音めっちゃ作ってないですか。こんな音しなかったですよね、外だと、うんうんうん、ちょっと外の排気音だけなんだよな、不満なポイントは。ちょっとスポーツっていうんだったらもうちょっとスポーツサウンドが欲しかったです。そうね、うん、普通にブーンブーンみたいな、乗りやす、まあ、ディーゼルも多分めちゃくちゃ乗りやすいと思うんですよ、うんうん、トルクあるし。でもレンジローバースポーツだったらガソリン乗りたくないですか。そうだね、そう、それはね、僕もずっと思ってたんですよ。そうですよね。そう、なんかガソリンのこの P400 めっちゃいいの、うん、ディフェンダーとかならね。確かに確かに、うん、ディフェンダー最近 V8 ありますからね。そうね、はい、ちょっと行っていいですか。はい、ちょっとグイッと、あ、ゆったり、うん、速いけどゆったり、まあ乱暴に速い加速、すごい加速ってわけではないけど。そうですね。っていうかでも3リッターっぽくないっすね、うん、もっとなんか排気量大きい感じがする、うん、マイルドハイブリッドだからかな。
めちゃくちゃ乗り心地いいんですけどいいよね、まあ、あの23インチとかそういう台形履くとどうしても扁平薄くなるじゃないですか、うんうん、だからこの芯の部分の硬さ柔らかさ変わんないけど、うん、この何ていうんですかちょっとした段差とかの入力ってどうしても硬くなりがちじゃないですか。そうね、それもないっすね、うん、助手席どうすか。いや十分ですね。じゃあまあスポーツってほらもともとどっちかっていうとこうドライバーズカー的な寄りだったじゃない、はい、うただ全然助手席もグニグニこうマッサージしてくれるし、えめちゃくちゃコンフォートっすね、うん、でこのベンチレーションも引き出しもしっかりするし、はいはい、ましてやリアシートまでそれがねベンチとシートヒーターついてるってことはもうドライバーズカーではないよね。もうね、もう後ろに乗っても後ろに乗ってもそうだね、使っても、うん、ショーファーとしても確かに。ただこれベンチレーションうるさいっすね、うん、すごい音しますね。あーってね、でめちゃくちゃ効いてます。うあとレンジ大体そうですけど、これこの熱線が入ってるフロントガラス、これ一回見えちゃうと見えちゃうんだよな。そうなんだよね。あと幅は一回に乗ると車の形は分かりやすいんで、まあ乗りやすいのは乗りやすいです、うん、ただやっぱり2メートルってそのなんだろう先入観からかちょっと大丈夫かなっていう、うん、精神的なものの方が。いやこのトルクの太さはびっくりだろ。あーそうっすね、こういうだから狭い U ターンとか。モード切り替えってこれどこですね。こっち、こっち、スポーツモード切り替えてダイナミックにして入りたいと思います。あ、一応アイドリングストップちゃんと止められるんですね、うん、この間の後期の X7 のスマートあったんですよ、うん、多分アイドリングストップオフないんですよ多分だけど、アイドリングストップオフにさせてくれないんですよ新型の BMW。 それもどうなんだろうね小声で言うとマジっぽいですよマジですけど、うん、あとブレーキはよく効きますねやっぱり相変わらず、うん、そしてやっぱりこう何ですか車の動きがすごいゆっくりだから、うん、ちゃんとこうしっかりこうノーズダイブするというか。そうね、でもそれもなんか大げさじゃなくてすごい制御されてるんですよね、うん、だからこうお釣りもちろん来ないし、来ないですね、一発でこう、はい、そうグンつってフンってゆっくりだけど、うん、だから他のメーカーないっすよねこういう SUV で。そうね、これだけラグジュアリーさを保ったまんまスポーツなモデルって、うんうん、だいたい硬くしちゃうじゃないですか。そうね、だからあのカイエンのターボ GT なんかもあれなりが SUV なだけで、うん、中身スポーツカーだし、だ、ね、BM の X シリーズの M とかもうめちゃくちゃ硬いじゃないです か、うん、だから飛ばして楽しいかもしれないですけど、レンジまたそこと違った、ね、どこまで行ってもこの優雅さというかこのまあ本当にイギリスのそうですね SUV 先輩メーカー専用メーカーつの今時 SUV で4個しか作ってない車ですよ、うん、どうかしてますよ本当に。それもずっとそれを貫いてるから ね、 そ、 うですね。そしてダイナミックにしても全体的には全然柔らかいっていうかコンフォートっす。ハンドルが少し機敏になるぐらいかな。ただハンドルもやっぱり全体的に他の車よりかも軽いですよね、うん、そしてグイッと、あそんなにこうめちゃくちゃ激しすぎないすごいいいんすけど。ですか。はい、欲しいっす。気に入りましたか。気に入りました。じゃあちょっとローンとしましょういやでもこれファミリーカーに乗れたらめちゃくちゃいいっす。そうだね。いやもちろんその上に SV 備えあの控えてますけど、うん、もう価格バグってるじゃないですか。そうね、2000半ばって乗れないっすよ。めっちゃ効く。ちゃんと初期制動からこうしっかりこう制動力感じますけど、ちゃんとコントローラブルというかグーって踏むとグーって止まれる。いいっすね。まあさすがだよねレンジローバーはね。あとエアコンこのこれタッチにはなってますけど、うん、出てるのはやっぱりいいと思うんですよ、うんうん、この中にないとね。そう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 、
倒的にマイルドハイブリッドになって出足は良くなってますよね。あとペダルレイアウトも全然自然なんで乗りやすい。いかがですか、月本さん。とてもいい車です。ていうかモデルチェンジしてすごい洗練されましたよね、うん、だからなんか本当にレンジローバー特にランドローバーの中でもレンジローバーシリーズってなんか大きく変えないじゃないですか、うんうん、だからドイツ御三家ってもうモデルチェンジで大きく変えるっていうのがなんか最近定番になってません？そうだね、はい、うん、エンジンもそうだし、うん、なんか車の、まあ、キャラクターまではいかないですけど、それがなんかレンジってこう毎回正常進化というか、そうだね、正常進化だよね。そうですよね、なんか期待通りのものが出てきてる感じしますよね、うん、このモデルすごい、なんか先代からもそのまま進化して洗練されたイメージ。ただいよいよ次あたりは大きい変化になりそうな感じなんですよね。あ、そうなんだ。なんか EV モデルだから EV メーカーになるだから、なんかそういうのもやっぱり、まあ、デザイン的にもそれ見据えてるんでしょうけど、うん、だってジャガランも全滅っすよ。あ、そうだよね。あ、ジャガーか、うん、ジャガーも全滅っすよね。ボルボもそうなってるんでしょ。ボルボも全滅っす。内燃機関残ってないですもん、うん、ハイブリッドか EV、うん、はい、まあこれも言ったらマイルドハイブリッドですけど、かなりガソリンそのまま内燃機関色が強いというか、うん、ただ現実的にこのぐらいまでじゃない、はい、マイルドハイブリッドとかさ。そうっすよね、実用として考えたら。いやもう PHEV まで行っちゃうと、うん、もう車の運用方法変わっちゃうじゃないですか。そうだね、充電っていう今までなかった動作は必要になるじゃないですか、うん、そうするとやっぱりこういう家じゃ買えないしね。そうなんですよ、そうなんですよ。集合住宅だとかマンションだとか、だって戸建てでもだって止めとく場所によっては無理ですから ね、うん、そうなってくるとなかなかちょっと難しいですね。じゃあどこで充電していきますかみたいな話になるしね。もうマイルドハイブリッドだったらもうほぼ変わんないですからね。そうだね、うん、やっぱりここが一つの到達点なような気がするけどね。いい区切りな気がします、うん、そして意外に小回り効く、うん、これデカボディなんでちょっと気遣いますけど。そうね、はい、いや特にこのローンチェンションめっちゃいいと思うんですよ、うん、おすすめですね。相当おすすめですね。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、僕からいいですか、はい、最高でしたね。最高ですね、音以外、はい、そうねもうしょうがないのはしょうがないんですけど、うん、もうスポーツであればせめてもう少し音はしてほしかったなと。ちょっと演出が欲しいかなって感じですけどね。それは SV のところなんですかね、うんうん、SV に行きたいそうですね、はい、まあ、ということで、まあ、このスマートなスタイリングなんで、うん、まあまあまあ音に関してはまあいろいろあると思いますけど、2024年、はいはい、必要なところなのかなという。そうですね、はい、ということで今回レンジローバーご紹介させていただいたんですけど、はい、レンジやっぱりいろいろ装備があるんで、うん、買取の方も難しいじゃないですか、はい、ただ言っていただければ、あれ、そうですね、はい、はい、バッチリ査定して頑張ります。もちろんでございます、はい、というわけで今回はレンジローバースポーツローンチエディション P400 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。